ああ、皆さんこんにちは。今日は名古屋モビリティショー2023に呼んでいただきました。ありがとうございます。私はね、弾き語りステージで45分これから演奏させていただきます。出番まであと1時間2時間半ぐらいあるんですけど、さっきおにぎりとサラダチキン食べたのにもうお腹すいた。外にね、キッチンカーがあったんで唐揚げでも食べようかなと思ってるんだけど、どうしよう、食べ過ぎると眠くなっちゃいそうだからちょっと迷って。名古屋モビリティショー2023、私のステージが終わりました。いや本当にね、新しい方々にもたくさん来ていただいて、もう温かい会場でした。ありがとうございました。とっても楽しかったです。やっぱりね、一回ライブをするとまたやりたくなりますね。すごい、ステージが終わってもまだまだにぎわっておりますな。ドローンコーナー、これ気になってました。ドローン運転しなきゃな。ちょっとサボるとできなくなってそうだな。練習せねば。ちょうど屋台が終わってしまっていました。本当に私のステージがフィナーレだったみたいです。普通にお客さんとしてもまた来たいぐらい楽しかったので、また来たいと思います。本当に楽しかった。ありがとうございました。寝ちゃってたよ。さすがに体は疲れてたみたいだ。めっちゃお腹すいた。なんか今日はね、辛いものが食べたい気分だよ。歌う前はね、刺激物食べれないからね。歌った後は、超刺激物摂取しちゃおうかな。どうしようかな。名古屋で有名な台湾料理店味仙さんに行ってみます。すごい行列でした。名古屋名物の手羽先からラーメンから餃子からいろいろありますね。台湾ラーメンが人気で有名みたいなので、この台湾ラーメンは頼んでみたいな。お持ち帰りもできるみたいです。台湾ラーメンと、瓶ビールと、ニンニクチャーハン。これってニンニク増し増しとかできますか？じゃあそれで、はい、お願いします。あとは、青菜炒め。一つで、お願いします。あと手羽先だ。はい。お願いします。失礼いたします。あ、やばい。コピー。ニンニクチャーハンのニンニクマシマシでございます。ライブ終わりですからね、もう今日は気にしない。手羽先、風来坊で食べたのとはまた違う感じですね。醤油煮みたいな感じなのかな。ちょっと辛い手羽先だそうです。青菜炒め、美味しそう。これもね、店に行ったら絶対頼んだ方がいいって言われてるメニューだそうですね。じゃあこの気になってた青菜炒めからいただきますよ。わ、ニンニクの香りがすごい。いただきます。美味しい。ちょっとバターも効いてる。これは辛くないね。うまい。じゃあちょっとニンニクチャーハンね、ニンニクマシマシにしたからね、どれくらい効いてんだろう。ニンニクチップスみたいなの入ってる。まあこれはパンチ効いてんな。めっちゃ美味しい。ちょっとこのさ、醤油煮みたいな手羽先ね、これ手でいくのかな。手でいっていいのかな。ちょっと拭いて手でいくか。いただきます。熱っ。甘辛い。美味しい。
うん、かわいい。見てごらん。辛いけど美味しい。辛馬、これぞ辛馬って感じ。辛っ。あー、これはビールに合うわ。これが噂の台湾ラーメンですよ。うん、あ、ん？辛いぞ。いや、結構辛いと思うんだよ。いや、さっきの手羽先でなんか味覚がおかしくなってるかもしれないけど、いや、ちゃんと辛いわ。なんかもう熱くなってきた。ちょっと麺食べてみようかな。ちょっと辛い。うん、うん、麺固めなんだ、美味しい。いや、ちゃんと辛いんですよ。でもこの辛さがね、いいわ。もうちょうどいい、辛うまって感じ。ちょうどいい辛さ。ちょっとひき肉とね、ニラのところいただきます。美味しい、お肉めっちゃ美味しい。旨味吸ってるって感じ。ちょっと待って、私が辛いの弱いのかな。これむせながらじゃないと食べれないかも。いや、めっちゃ美味しいんだけどね。ちょっとビールで流し込む。うん、はい。ちょっと食べかけですいませんけども、いや、これ最高だね。台湾楽しんでますよ、私。最高です、大です、大。青菜ニンニクチャーハンです。うん、めっちゃ美味しい。え、私辛いの苦手なのかな。いや、苦手っていうか好きなんですけど、弱いのかな、喉が弱いのかな。こう、みんなこの台湾ラーメン食べてみてほしい。どれくらいで辛く感じるのか、こう基準を知りたい。このニンニクチャーハンをスープにつけたいんだな。でん、いや、これですよ。ラーメン屋さんに来ると必ずやってしまう。いやん、ああ、いや、今日は飲んじゃうな。カニの唐揚げ。ああ、なんかもう酔ってきたな。お酒弱くなっちゃったかも。えへ、はい。じゃあ、ちょっと唐揚げ、これこのまま食べる。あ、軽いんだ、意外と。おいしい。うん、うん、もうね、ライブ終わりなんでね、今日はもう何にも気にせず食べて飲む。いやー、皆さん、おつこぴでした。ありがとうございました。ライブおつこぴ。いやー、今日のライブ楽しかったな。私普段ね、一人でもライブすることって本当にないので、なんかすごい貴重な経験させてもらいましたね。だからもう、お声掛けいただいた時は本当に嬉しかったですね。あと、お客さんもすごく温かくて嬉しかった。初めて見てくれた方もたくさんいて、ファンクラブの方とかね、私を知ってくれてる方は、名古屋にね、来ていただいて見てくれてたけど、新しくね、見てくれた人は立ち止まって見てくれたりとか、あと私のこと知らないけど席に座って見てくれてたりとか、もうそういうのがね、本当に嬉しいですね。いや、つながりよね、やっぱね、こういうライブはね、新しい人と出会えるっていう場だよね。
しかも今回モビリティショーっていうイベントだったので、年齢層も幅広いし、いろんな方がいてすっごく楽しかったです。私自身もめっちゃ勉強になりましたよ。やっぱライブっていいね。これからもね、どうぞよろしくお願いします。私を知ってくれてる人、そしてね、今日イベントでね、知ってくれた方も含めてどうぞよろしくお願いいたします。ただの酒飲みじゃないですよ。それではコメント返信します。タカさん、コピさん、テレビは何に出るんですか？夜中なのにプロですね。素敵な歌声ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。テレビはね、レギュラーで出させていただいている番組があって、東京 MX で放送中の情熱料亭杉村という番組に出ています。杉村太蔵さんとね、ゲストさんを交えていろいろトークをする番組になっているので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。辛いけど食べたくなる、どんどん。気持ちいい。カルマ。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。未公開写真とかはファンクラブに載せてるので、ぜひ概要欄からファンクラブ入会していただけたら嬉しいです。最後に毎回恒例のコーナー、ぜひ見てください。本日の一曲どうぞ。